はい、どうもオスカルです。よろしくお願いします。はい、ということで本日7月15日ですね、こちらのガチャの方が更新されたので早速見ていきたいと思います。はい、Sランクプロスピセレクション新登場石橋貴明セレクションということで、トンネルズの石橋貴明さんが選んだ12選手の方が登場するガチャがセレクションでやってまいりました。で、イベントの方がですね、新しく新イベントかな、プロスピ大街道ですね。まあまあこちらの方もちょこちょこやってて S ランク契約書の方取りたいと思います。で、本日はこちらプロスピセレクションの方のガチャを引いていきたいと思います。早速ガチャ画面の方に行きたいと思います。はい、ガチャ画面の方にやってまいりました。というわけで12選手、すごいラインナップですね。個人的には DeNA 安崎投手、山崎安崎投手と広島の丸選手も欲しいですね。ちょっと継承するかね、自チームジャイアンツでやってるんで迷うんですが、あと超目玉の山田哲人選手、まあ、このあたり狙いになってくるのかなと思います。早速10連目行く前にと、Sランク出たら 30% でセレクションの選手みたいですね。はい、今回30連引くんですけど、まあ道中で引けたら 30% 勝負となりますね。では早速10連目いきたいと思います。お願いします。お、月が出ておると。ザ・調子くんレッツゴーないね。ボインレイも来ないと。オーラの方でボインレイまで行ってくださいなと。あるよ、あんな人。足も白と飛ばへんのかこれ。おい、何してんねん、飛べよ。よし、あー、高橋で最近なんか A ランクちょっと引いてるんですよね。素材になってしまってますが、全然 A ランク1枚だけですね。10枚目。おい、おい、しかしだどうする。ソフトバンク高額かな。はい、続きまして20連目いきたいと思います。お願いします。月は消えました。おお、来たぞ調子くん。レッツゴーじゃない、絶好調来たぞ。演出合わさって2枚抜き来るか。ない、1枚かな。でも S は確定してる。 30% でセレクション。ニコニコニコと。おい、どこで来るや。3枚目。ああ、おー、菅野投手、これは嬉しい。来た！うわー、30% 抜けず。まあまあ、でも S ランク出たことに喜びましょう。ふーちょ、悔しいな。ないね。おい、お、宮崎と、宮崎選手。まあ、菅野投手の A ランクちょっと嬉しいですね。はい、では本日ラストになりますが30連目ですね。狙いの選手引けるかな。お願いします。おー、月流れとらんけど。おー、あった。え、あ、あ、ちょっと待って、自チーム阪神にしてるんやけど、これも原口選手濃厚。う、いや、持ってない、ただの S ランクを道中で2枚抜きしてる可能性もあるか。いや、原口選手は狙いではないから。うわー、どうやろこれ。うい、来ないね。うわ、来た。ああ、おー、ここで原口選手。あ、ってことはこれ2枚抜きのセレクションですね。オッケーオッケーオッケー。10枚目で原口選手かぶらないことだけですね、あとは。うい、7、8、9。ああ、ってことで2枚抜きでしたね。2枚抜きセレクションカモン。おーっしゃー、佐々木投手は嬉しい。これは熱い。継承してスピリッツ爆上がりですよ。3400なんでね、持ってんのが。ありがとうございます。はい、というわけでセレクション石橋貴明セレクション30連のガチャが終わりました。結果的には S ランク3枚ですね。うち2枚、まあ、確定含めて2枚がセレクションの選手と、狙いの安崎投手引けたのでね、満足しております。育ててリーグオーダーの方強化していきたいと思います。またリーグオーダーの方もね、近々ちょっと紹介していきたいなと思ってるので、そちらも楽しみにしておいてください。では
動画はこの辺になります。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。